大学研究所所長のぶです。今日はですね、この写真を見て、ちょっとお話をしていきたいと思います。実はですね、これはメンバーさんの方から、質問、視聴者さんっていうのかな、メンバーさんから、質問が来ました。ジャイブに関してですね、足首45度の法則があります。ね、これありましたね。足首45度にして膝を入れるっていうやり方なんだけども、これ実はね、45度の足首の法則ってね、これね、昔のね、ヤンキーだったらね、ヤンキー座りでね、できる人が結構いるんですよ。そう、ね、しゃがんでね、ぺったりとしゃがめる人いるんだけども、でも足首片一つがいるんですよ。だから45度曲がりませんと、どうしたらいいんですか。45度足首が曲がらないので膝が入らない、っていうね、どうしたらいいんでしょう、硬い人はっていうちょっと質問が来たので、ちょっとお話をしていきたいと思います。これね、実は言うとね、私の教え子の中にも足首の硬い人っていうのは結構何人かいるんですよ。これはもう体質なんでしょうがないですよね。足首が硬い柔らかいっていうのはね、これね、だからまあ足首の硬い人はどうしたらいいのか、45度曲がりません、でもこれね、本質的な問題をちょっと言うと、足首45度の法則っていうのはなぜか足首45度必要かっていうと、これ内傾を取るためなんですよ。内側に体が倒れ込むため、それに必要なのが足首45度。足首45度にすると、ちょっとこれでちょっと解説していきましょうか。これね、これはまだ入りなんで、これは倒れ込むんで足首45度はまだ関係ないんだけども、でも足首45度になってないですね、これ足首45度ってのはこれ90度なんですね。で膝がある、で腰がある、体勢がある、でこういう形なんです。今ね、これ足首45度って言うと、足首で赤で書こう、こういうこと、足首45度とこうやって45度って言うとこうなんですよ。で膝が入る、腰が入る、体がくる。だからこれで内側に入ることっていうのがね、これがね、大前提なんですよ。そのために足首45度するといいと。あとは足首45度すると45度まで硬く入ってるんで、そこからこうやって最後の押し込みで伸ばしていくんですね。足首がこうやって開いていく角度は。そうするとこの押し込みの可動範囲っていうのがね、結構重要っていうか、こうボードコントロールするには必要だっていうことなんです。でもそこの本質ってことを考えると内傾なんですよ。内傾を取るために足首45度すると、それの要因として、一つの、要因としてそれが、45度がいいんじゃないかっていう話なんですよ、話的にはね。だからそこを踏まえると別に足首45度になってもいいということなんですよ。いいでしょ。そう、だから今ね、足首45度ですみたいな、足首45度、まあこうなってるね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、これボードがこういうふうにね入ってますよね。で足首がこう45度っていうことになるわけで、これがボードのレールが入ればいいってことはね、体と内傾で。ってことはですよ、これよくよく考えてみると、足首45度で逆に柔らかい人は体だけ内側に入ってレールが入らないって可能性もあるんですよ。縮ゆると足首が柔らかすぎる人っていうの、わかります。これちょっと話ちょっとあれなんだけど、ちょっと詳しく話になってしまうんですけどね、これ足首45度ですごい柔らかい人がいましたと。そうするとこれはね、サーフィンみたいな小さいショートボードだと結構役に立つんです。すごい調子いいんですよ。ただウィンドサーフィンみたいに高速スピードが出た場合ですよ、足首が柔らかすぎるっていうのは抑えが効かない、ジャイブでレール入れるときにも抑えが効かない可能性もあるんですよ。ウィンドの場合は明らかに高速なんですよ。でボードの浮力もあるわけ、それを押し込まなくちゃならないってことは、足首柔らかすぎちゃうと足首45度になって下半身でこうね、うまくコントロールできるんだけど、逆にそれが対応できない可能性もあるんですよ。だしフラットにスピードが出れば出るほどフラットに戻ろうとするわけだから、足首がやられすぎちゃって足首にこう頼ってしまうと、足首に頼ってレールを入れてしまうっていう可能性があるんですね。そうするとそこのスピードが出るほど、それができない可能性が出てくる、やるかすぎちゃって、ね、そこで内傾がもっともっと取れればいいけど、内傾がそんなに極端に取れなかったとしたら、逆に言うとそこの時点ではマイナスになってくる可能性が高いんですよ。っていうことはですよ、足首が硬かったとするとどういうね、これこう今で言うとメリットがあるかって話になっちゃうんですよ。どんなメリットか、こうやってボードがあってね、でこう足首が硬かったと、
ね、こんな感じでね、足首かじってもう90度しか曲がらないってなった場合、どういうことが起きるかっていうと、この90度しか曲がらない体を内傾を取っちゃった場合、どういうことかっていうと、逆に言うと足首が硬いので、そのまま内傾取ればレールが入っちゃうんですよ。ボードが傾いちゃうんですよ、こういうふうに。だし、ここにこうね、90度のこの角度ね、ここ90度ね、90度のこう角度を保ったまま内傾取っちゃったら、ボードってのはレールが入るんですよ。わかりますよね、これね。これは原理で言うと、あのスノーボードね、スノーボードのソフトブーツとハードブーツって何ですか。ソフトブーツっていうのはこうね、あのなんていうの、ランページみたいな、あそこ入ってフリースタイルのボードね、フリースタイル波乗りをするような動きをするっていうことですよ。そしてハードブーツっていうのはスラローム、高速スピードにつける時にはスラロームのハードブーツを使うわけですよ。あれはもう内径を入れた時にエッジが